ジェレミー・ウォリナーは、アメリカ合衆国の元陸上競技選手である。2004年アテネオリンピック400メートル、4400メートルリレー。2008年北京オリンピック4400メートルリレーの金メダリストである。テキサス州、アービング出身。400メートル走では、白人選手としては1980年、モスクワオリンピックのビクトル・マルキン以来のオリンピックの金メダリストであり。 アメリカの白人選手に限ってみれば1964年のマイケル・ララビー以来となる金メダルを獲得した。2001年にアメフトと陸上で迷った末に陸上を選んだ。アメフトでもスターになれる素質を持っていたが、その選択に間違いはなかったと言える。2003年にその年のジュニア世界ランキング1位となる45秒13をマーク。戦績は全米ジュニア。 パンアメリカンジュニア、共に2位。2004年、この年を皮切りに彼は、鮮やかな変貌を遂げる。NCWA 選手権、全米ゴリントライアルと立て続けに勝ち、世界大会初代表。そのまま、アテネオリンピック本戦でも、金メダルを獲得。一躍、新スターとして、名乗りを上げた。その時の優勝タイムは44秒00で、マイケル・ジョンソン引退以降では、 当時世界最高だった。2005年世界選手権ヘルシンキ大会優勝。これは当時世界歴代7位であり、史上8人目の43秒台ランナーとなった。これは100メートルの9秒台、200メートルの19秒台と並んで、スプリンターの大台だが、到達者の数から言えばこの種目だけが極端に少なく、そこに大きな価値がある。2006年、 記録は43秒62まで伸び、世界歴代4位に浮上。陸上グランプリシリーズ最高峰ゴールデンリーグでも6戦全勝とし、ジャックポットを獲得した。そして2007年、ストックホルムでの d n ガランにおいて、43秒50の世界歴代3位タイの記録を出し、同年の世界陸上選手権大阪大会では、世界歴代単独3位となる43秒45。 の記録を出した。2008年、全米陸上でラショーンメリットに敗れ、2位。連覇を狙った北京オリンピックでは、準決勝で余裕を持って44秒15を出すなど、好調な様子を見せていた。しかし、決勝では、直線入り口でメリットに並ばれるとそのまま離され失速。最後はレースを諦めた形でフィニッシュ。2位は、確保したが、 一秒近い差をつけられての完敗だった。2009年、2年ぶりに大阪国際 GP に参戦。日本から金丸雄三も参加して45秒16の自己ベストで2位に前線したが、44秒69で優勝。しかし、2007年の時よりは劣った。世界陸上ではワイルドカードで出場し、全米陸上の400メートルは欠場。その後、 シーズン無敗で迎えた世界陸上では前年のワッフ以来のメリットとの再戦となった。結果は最後の直線で突き放され2位に終わった。シーズンベストは出したが自己ベストには遠く及ばなかった。ありがとうございます。